こんばんは、五十嵐レイです。今週はビクトリアマイルの前哨戦ともなる京都牝馬ステークスが京都競馬場で開催されます。昨年から開催日程とあと距離が1波も短くなったということもあり、データ的にはまだまだちょっと予想しにくいレースではありますが、昨年優勝したクイーンズリングはその後エリザベス女王杯を優勝したように G1 馬へとステップアップする可能性も高いレースと考えられそうです。今回は距離適性とコース適性から分析した競馬予想をお届けしたいと思います。それでは今週もよろしくお願いします。本命にしたのはスナッチマインドです。昨年の京都牝馬ステークスを4着に構想したディープインパクト3区の馬、昨年のこのレースでは1000万下を勝ち上がったばかりで、4コーナーに入って一気に外から仕掛けて一旦は先頭に躍り出ました。で、後方から G1 馬となったクイーンズリングで重賞制覇しているマジックタイムでウィーンプリメーラに刺されましたが、展開次第では大金星となるような高い評価のできるレース内容でした。で、今年はメンバー的に見ても人気馬がまだ準備段階の馬が多いので、しっかりと1年間実力を積み重ねてきたこの馬にチャンスがあると見て本命に選びました。対抗にしたのはアルビアーノです。2015年のフラワーカップでスワンステークスの優勝馬ですね。で、NHK マイルでの2着や高松記念での3着など母馬相手でも通用するスピードを持ち合わせた馬です。で、鋭い末脚が魅力の馬で、最後は堅実に伸びてくるタイプの馬なので、今回のメンバーと京都外回りコースなら十分に狙える馬だと思います。あとは久々のレースとなるので、どの程度まで仕上がっているのか疑問は残りますが、馬券圏内で見ると抑えておきたい一頭です。次に選んだのはレッツゴードンキです。2015年の桜花賞を優勝したキングカメハメハ3区の馬、桜花賞を勝った後少しスランプの期間が長かったように思いますが、金走は精神面の成長がうかがえるレース内容が続いているので、そろそろ復活の兆しに期待が持てそうです。で、先週の調教でも一番時計を出しているので、レースへの準備は万端のように思います。鞍上も岩田騎手が予定されているので、ゴールデンコンビで久々の活躍に期待です。そしてアットザシーサイドです。昨年の桜花賞を3着に構想したキングカメハメハ3区の馬、堅実な末脚が使えるタイプの馬なので、京都の外回りコースは適していると思います。距離で見ても 1400m 線ではまだ馬券圏内を外したことがないので、今回のメンバーなら副賞圏内への飛び込んでくる可能性は高そうです。そしてウィンファビュラスです。2015年の阪神ジュベナイルフィリーズを2着に構想したステイゴールド3区の馬、阪神ジュベナイルフィリーズ以来長い間厳しい競馬が続いていましたが、今年のニューイヤーステークスで3着に構想したように、ようやくこの馬らしい競馬が戻ってきたように思えるレース内容でした。2週続いた悪天候による今の京都の馬場状態なら狙ってみても面白いと思います。では今回は以上の5頭を馬単一等軸マルチに本命のスナッチマインドを選びました。で、相手は4頭の8点と3連複の5頭ボックス10点で合計18点で的中を狙ってみたいと思います。今週は買い目を絞り込んだ3連単予想のダイヤモンドステークスで、穴狙いの小倉大商店、そして G1 のフェブラリーステークス、その予想を配信しておりますので、お時間がございましたらぜひそちらもご覧ください。そして今週も皆様のチャンネル登録をお待ちしてます。それではまた来週お会いしましょう。